有有田田民主党の有田芳生ですえ今日は歴史的危機にある検察の構造的問題について、えー、民主党の元代表である小沢一郎さんの裁判にも触れながら、ご質問させていただきたいと思います。でまず大臣にお聞きをしたいんですが、終訴列日。 秋の霜、激しい日という四、まあ、つの感じですけれども、この意味について、まあ、特に小川大臣は元検察官でもありますから、若き日の大臣の思いも含めて、その意味について、お聞きしたいというふうに思います小川法務大臣。あの、まあ、検察官のバッジがあ、白い部分があ秋の霜、中心の赤い部分が 明るいというか燃える太陽というようなあ模様を連想させるということで、周宗列実というふうに言われておるわけでございますが、やはりこれはあ厳しい状況の中でもお正義をしっかりと貫くという、そのお気構えをお一つのおこの周宗列実という言葉の中に表したものだというふうに思っております。有田君1985年に 伊藤茂樹さんが検事総長になられたときに、これはものすごくあの印象的な言葉で、多くの法律にあんまり詳しくない方々も覚えてらっしゃる方がいらっしゃるでしょうけれども、虚悪を眠らせないという言葉をお使いになりましたで、伊藤さんは検事総長になってのインタビューの中で、検察官というのは、遠山の金さんのように、素朴な正義感というものを、 持続的に持っていなければいけないんだとそのように語られて虚、まあ、悪は眠らせないそういう名言を使われましたで私などもあの若い頃は本当にあの検察っていうのは虚悪を眠らせないために一生懸命頑張ってらっしゃるんだという思いも強かったんですが、まあ、同時にあの検察のお動きによっては まあいろんな検察発祥というような批判があったときには、まあ、そういうところもあるんだなと思いつつもです、ね、しかし、検察がやはり日本の司法の正義を体現しているものであると、そのようにあの強く思ってきたんです、ところが最近の検察の在り方を見ておりますと、巨額を眠らせないどころかですね、時にですね、虚悪を作り上げてしまうんではないかという懸念さえ 抱かせてしまうそういう一連の事件ケースというものが続いてきたというふうに思います。それで先日小川法務大臣の所信表明をお聞きいたしました。でその中で三項目目に検察改革という項目がありまして三行述べられておりますが、まあこれを読んでもですね、まあいろんな具体的な課題があるからでしょうけれども、まあ抽象的な 項目列記になってておりまして例えば、検察の再生に向けた種々の具体策を策定、実施しているところですとで、最後のところは引き続き検察改革に取り組んでまいりますと、でこれをですね一般国民が見たとき、まあ、どんなことをやるんだろうかというふうに感じられると思うんですよね、まあ、そこであの小川大臣が就任中に、ぜひともこういう検察改革については、どうしても実現していきたいんだという。 そういう具体的な例をお気持ちの中で優先順位があるのかどうかは分かりませんけれども、これだけはやっていかなければいけないという思いを、検察改革についてお尋ねいたしたいというふうに思います小川法務大臣。この大阪の郵便不正事件を受けて、えー、検察改革の取り組み、これはあ枝法務大臣時代、まあ、私があ副大臣をしていた頃に、えー 特捜部の基礎にあたっては、上級庁がそれをチェックするとか、さまざまな取り組みをいたしました。ただ、私自身はそうした取り組みも大事だけども、やはり一つの根本、これは検察というものは、しっかりとその正義を実現する、不正は許さないと。 いうことにあるまさにその純粋な気持ちで、えー捜,査にえー、捜査を行ってそして、えー、適正なあ公判請求をするということだと思うんですがあこれが間違いまして、えー、大きい事件をやればあ自分は出世できるとかですねそうしたその本来のお正義を実現するいわばあ伊藤英治さんの言葉を借りれば虚悪は眠,れな眠らせないと。 いうことを外れて、えー、脅を上げればあ、自分は修正できるとかですね。そうした、あ間違った考え方があ、あられてくるようでは、これはいけないわけでございます。そうした意味で私は、その、お検察官の評価なり方、あるいは検察官がその職務を行うについての気構えというものを、もう一度原点に立ち返って、本当に国民が期待する、その、お社会に対する不正というものを取り締まるんだと。 それが純粋な気持ちとしてそれを行うんであって、えー、事故のおその出世であるとか、そうしたことではないんだということをお認識する。むしろ検察官としては、そうした大きな事件をやるかうんかよりも、一つ一つの事件を誠実に取り組むということが本来のお検察のおあり方であり、評価されるべき検察像なんだと。検察官像なんだと。まあ、こんなあ気持ちを思っております。有田君。大川大臣が おそらく検察官のご体験の中からやっぱり感じられたご答弁だというふうに思います、あの後にまた質問させていただきますけれども、可視化の課題など、まあ、いくつもの課題がありますけれども、やはりあの検察そのものが、検察官一人一人が、それこそ検察官バッジをつけたときに、この思いでこれから日本の司法を守っていくんだというところがです、ね、おそらく、 大きな事件を挙げれば出世できるんだとかですね、まあ、そういったものがじわじわと体質などになっていればやはりあのそこを取り除いていかないと検察の信頼というものを取り戻せないというふうに思うんですよね。 私はあの足利事件なども含めた北関東の連続幼女誘拐殺人事件の真相解明について、まあ、超党派であるいは家族会とともに今でも行動しておりますけれども、まあ、菅谷さんだけではなくてですね、やはりあのこの数年間を見ても検察はなんでこんなことをしてしまったんだろうかという点で言えば 富山県の強姦事件であるとかあるいは鹿児島の志布志事件であるとか、まあ、そういった一連の問題点がずっと浮かび上がって報道されてきてみんな驚きましたよでそういうことがやはりあの最高権にも影響したんでしょう2007年に基礎決済のあり方についてのプロジェクトチームを作りましたよねでそれはあのどういう理由で基礎決済のあり方についての チームを作ったんでしょうか。それについて大臣からご意見を伺いたいと思います。ほかはほ、い、ぼ大臣。はい、まああのー、平成十九年に、えー、そうしたより良い決策なり方を検討するプロジェクトチームをおー確かにご指摘の通り、えー、設けました。ああこれはやはり。えー 何か具体的なことがきっかけということよりも、やはりその時点におきまして、えー、検察において、えー、この起訴決裁というものが適正に行われることが必要であるという問題意識を抱いて、そのようなあプロジェクトチームを作ったものと承知しております。有田君、そういう前向きな取り組みがなされ始めたにもかかわらず、その3年後には大阪地検で、フロッピーディスク改ざん問題が、 まあこれは朝日新聞のスクープによって明らかになりましたけれども発覚をした、でこれで検察というのはもっともっとよくなる改善策が取られるんだろうと例えば検察のあり方検討会議も含めて前向きに進んでいくというふうに思っていたら今度は今年の2月には東京地検の虚偽報告書問題が発覚いたしました。 でこういう問題を考えていったときに、先ほど小川大臣も語られましたように、まあ、単に一つ一つのシステムというよりも、むしろあの検察組織の体質として、何か大きな問題がはらまれているのではないかというように考えるべきだという,ふうに思うんですで、そこで大臣にお聞きをしたいんですけれども、こういった問題が発覚する背景の一つに、 やはり出世主義の問題とか、まあ、人間の業といわれるようなものもあるでしょうけれども組織の体質の問題として、まあ、一つあのお聞きをしたいのは起訴すれば99.98%が有罪になるでこれはあのおそらく世界的に見ても珍しいんではないかという指摘もありますけれどもどうして起訴すれば99.98%もの有罪率になるとお考えでしょうか。 小川法務大臣これはあの検察官の方で、えー、疑わしいからあどちらだかわからないけど、裁判所の判断を得ようと、こういう考え方には立たないで、やはり、えー、公判請求する以上、起訴する以上、それはあ犯罪がしっかりと立証できるものと、こういう確信を持ったものについて、えー、起訴を行っているということから生じている結果だというふうに思っております。田君 もし分かればですが、諸外国と比べて、この有罪率っていうのは、比較すると、どういう特徴が見られますでしょうか小川法務大臣。やはりあの、日本のこの有罪率、我が国の有罪率が諸、諸外国に比べても高いという状況でございます有田君。99.98%という数字で間違いありませんか。はい、小川法務大臣 えー、略式請求の罰金の事件も入れまして、えー、その数字でございます、なお参考までに、えー、アメリカにおける連邦事実審においてはあ無罪率が0.4%、イギリスの治安判事裁判所においては約2%。 韓国における大臣においては約0.5%と。ですから相当あの無罪率が低い、すなわち有罪率が高いんでございますが、しかし、えー、我が国はそれ以上に高いという有罪率の数字となっております。有田君で。さらにですね、検察庁が独自捜査をした場合、特にあの強制捜査をした場合、引き返すことはできるんでしょうか。あるいはそういうケース、これまで、 こういう特徴的なケースがあったよというのはあれば教えていただきたいんですが小川法務大臣、まあ、あの個別のことは別にしまして強制捜査に着手してもお起訴できるという状況にならなければあ不起訴ということで捜査はあ終了しておるわけでございますですからそうした意味で強制調査に着手したけれどもお後半請求に至らなかったというケースはこれまでもあると思います 有田君。調書の任意性などについてのチェック機能というものは、組織的に保障されているんでしょうか。小川法務大臣。まああのー、これまでもお、いわゆる基礎決裁と。 いうものを、いわば、検察官が取り調べたものについて、起訴するにあたっては、しかるべく上司が決裁をするという仕組みが、これはもうずっと以前からあったわけでございますが、この起訴決裁はそのものも、やはり、取、え、り、ー、調べをした、担当した検事のお主観的な考えだけでなくて、やはり客観的な上司の目から見ての,そのお評価というものを加えての上での決裁。 制度だと思います。まあ、これが、あダイレクトに、えぇ、ー、調書の認定ということだけを示すものではありませんけれども、そうした調書の認定、まあ、これは逆の言い方をすれば、別の言い方をすればあ、取り調べの方法だというふうに思いますが、まあ、そうしたことも踏まえて、えー、決裁というものを通してチェックしていたのだというふうに思っております。また、あ今回は、あ特に、えー 大阪の郵便不正事件を受けまして、えー、検察として新たにその決裁仕組み以上にです、ねえー、特捜部の直接事件については、あ上級庁が判断するなどの新たな仕組みというものを設けております有田君、刑事訴訟法の257条、控訴取り消し、まあ、これはあの六法全書を見ても、まあ、インターネットで調べても、まあ、短い一文が示されているだけなんですが、 ならば、この控訴取り消しがありうるとすれば、検察庁が控訴取り消しをする場合ですね、どういう手続きが必要なんでしょうか、まあ、そういうものはあの規定があるんでしょうか。小川法務大臣あの。事務規定でございますね、あの刑事訴訟法にはあございません、ただあ、検察庁のこの事務の取り扱いのお訓令におきましては、えー、平成3年。 のの最高権の訓練検事総長訓練ということでございますがあ刑,法刑事訴訟法257条により控訴を取り消す場合には検事生はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないとこのような指示をしております有田君検察庁が控訴取り消しをする場合その知見を管轄する、まあ、高等検察庁の検事長さら、まあ、にはあの検事総長 でさらには法務大臣に宛てて、ですね、詳しい報告書を提出をして、そういう了解が必要という理解でよろしいでしょうか。事務規定としましては、そのような規定はございません、先ほど申し上げました訓練だけでございます。有田君。 それを山長官報告と検事さんたちの間では理解されているんですけれども、それは間違いなんでしょうか。小川法務大臣。はい、あのー 参長官といいますとあの法務大臣は入っていないと思うんですが、まあ、検察庁の中の報告だと思いますが一般的にはあの事後報告検察官が行った事件についての事務に対する事後報告が中心であると思います今回のこの控訴取り消しは控訴を取り消しする前に、えー、検事生は検事長のお指揮を受けなければならないということでございますのでちょっと参長官報告とはあ趣旨が違うかなと思っております有田君 あの佐賀市の農協背林事件に関わって、まあ、私はもう冤罪を作ってしまったんだという反省をされた、まあ、市川博さんという、まあ、今、弁護士さんで検事が「検事失格」という単行本で自分の体験を、まあ、ノンフィクションで発行されたんですけれども、まあ、その市川さんによれば治験 検察庁が控訴取り消しをするには検事長、検事総長、法務大臣に詳しい報告を上げて了解が必要であってで事実上、控訴取り消しというのは難しいんだとそういうことあのご自身の体験から記録されているんですが、まあ、そういう見解についてはどのよううにお考えでしょうか小川法務大臣まず先ほどの、あの、山長官の中に法務大臣入っていないと言いましたが。ああの 誤りでで、したのささせてください、えー。法務大臣と検事総長と検事長と、この三者の報告が、えー、三長官ということで、えー、ございました。それから、えー、あの、なかなか、あ、控訴取り消しがなかなか難しいというお話でございましたです。あの、まあ、実際に控訴取り消しをする前に、えー 事故報告ではなくて、事前に、え検事生は検事長の指揮を受けろということでございますし、まあ、その、実際に担当するのは、 後半担当しているのは、知見の検事生ではなくて、まあ、担当検事だと思います。まあ、担当検事が、いわばあ上司を通して、検事生に上申を上げて、で検事生があ、事前に検事長の指揮を受けなければならないと。こういう仕組みですから、ああそんなに、えー、頻繁にあるような、そして簡単に出るような事務の流れにはなってないという印象はあ持っておりますが。あのー、 佐賀の具体的な事件におきまして、3兆間報告がどうあったかというのは、すみません、今、ちょっと事実関係を把握しておりませんので、お答えがちょっとしかます有、まあ。有罪率が99.98%という、非常に高い数字のもとで,で、あるいはあの無罪になったときには報告書を提出しなければいけないというシステムの中で。 やはりあのなかなか控訴取り消しというのは難しいんだろうというのが、まあ、私のような外部から見ている人間の感想なんですけれども、じゃあ、さらにもう一つですけれども、まあ、最近話題にもなってきた検察審査会ですが、検察審査会が強制議決をしたときに、それを取り消す道筋というのはあるんでしょうか。小川法務大臣 今の検察審査会法においては、そのような規定はあ,ありませんので、えー、規定がないのだからそ、そのような道筋はないものと思います。有田君あの。今はどうこうということではないんですが、まあ、今後の、そういったあの方向性というものもお考えることが立法的にも必要かとも思うんですが、それはいかがでしょうか。小川法務大臣。 一般論として述べさせていただきますと、やはりこの検察審査会法、いわば強制起訴制度というものが法改正されて、施行されてまだ日がたっておりませんが、いくつかの例が出ております、そうした例が踏まえてです、ね、これからそうした実際の例を踏まえて検討して、もし検討するべき課題があれば、やはり検討するべきものと、このように大変一般論で恐縮でございますが、考えております。有田君。 先ほど触れました佐賀市農協の背任事件これが01年だったと記憶しておりますけれどもこの時にですね、控訴審で、えー、別の人異なる参考人の生年月日が同じになっている調書人はそれぞれ違うんだけれども生年月日が同じであるということが当時、控訴審で問題になったんですがこれは大臣 ご存知でしょうか小川法務大臣ちょっとその個別具体的な事件の内容まで承知しておらないんですが、あのー、人を取り違えた、あるいは意図的にすり替えたというようなことであれば、これはあ絶対にあってはならない、もうお言語道断の出来事だというふうに思いますが、あいわゆる千年月日を動機したと。 いうことであれば、その語気が、ああ、教授者の特定のために、ええー、いわば、ああ、長所のお証明力に影響を及ぼすことなのかどうか、個々的な裁判所の判断だとは思いますが、まあ、あ一般だとすればあ、とにかくそのような、ああ、人の取り違え、 絶対あってはなりませんしと同時に、えー、取り違えを推認させるようなこともあってはならないしそうした供述者のお属性あるいは特定をするためのそうした生年月日などをです、ね、動きするということもこれはあってはならないことでございますのでやはりきちんとしたあ事務を行わなければならないなという感想を感じます。有田君 確かあのそれぞれの人があの参考人なんだけれども確か4人のうち3人が同じ生年月日というようなことになって、まあ、これは一体なんだということで、えー、問題に当時なったと記憶しているんですけれどもじゃあ、あの東京第五検察審査会でも私はあの法務委員会で、えー、一昨年質問をさせていただきましたけれどもお この第5東京検察審査会で、えー、ソフトを使って、えー、無作為抽出で、えー、11人の検察審査会の委員を選んだでそれについてあの最高裁にお聞きをしたいんですけれどもそれぞれ2回検察審査会がで、えー、選任がされていてその11人の平均年齢というのは何人だったでしょう 何,何歳だったでしょうか最高裁判所事務総局、上村刑事局長。お答えをいたします、今、委員ご指摘の事件は、小沢一郎議員の審査事件と思いますけれども、最初の1回目、起訴相当議決が22年の4月にございました、それから2回目が22年の9月にございました、まあ、あの議決書ができたのは10月でしたのでそ、その10月になって明らかになったわけでございますが、 それぞれですね、議決時で平均年齢、当該議決のときの審査会に出席された方の年齢を議決時の基準で算数をいたしますと、34.55歳ということで一致をしたということでございます。有田君、選挙人名簿から無作為に選んだ11人、その1回目が平均年齢が34.55歳。 で全く違う人々を集めて11人集めてみたらそれも34.55歳でこれは私はもう不思議なことが、まあ、世の中起きるもんだなと思ってで数学の統計の権威にも話を当時聞きまして、ねまあ、こんなことはあり得るんでしょうかって聞いたらいや数学的にはあり得ないって言うんですよだけど現実ってのはままなるもので、まあ、そういうこともあり得るのかとそう理解するしかなかったんですがしかしあの それでもそんなことあるのかなっていう疑問は今でもあるんですよね。で、さらにですね、じゃあ、あのその人たちが、まあ、日本人の二十歳以上の人たちの平均年齢が確か五十二歳ですから、まあ、検察審査会の無作為抽出の。 ソフトで、えー、抽選を2回やって11人がそれぞれ平均年齢34.55歳おかしなことだなだその内実がわからないかなというふうに思って、まあ、検察審査会の方々にもお話を伺ったことがあるんですよでそうしたら、あのー、じゃあ議事録っていうのはあるんですかって聞いたらいや議事録はありませんとで会議録はありますっていうふうに答えられたんですよねで最高裁そういう理解でよろしいんですね最高裁 事務総理局上村検,事局長検察審査会法の二十六条というのはございまして、えー、ここで検察審査会議が公開しないとなっておりますが、その後二十八条に、ですね今度はの議事録の条文がございまして、その一項で検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならないとされておりまして、会議録は存在いたします有田君、会議録というのは、私たちが一般に考える議事録とは またた違った中身なんでしょうか例えばこうやって、えー、質問、答弁が行われている、そういうものが記録されてるんでしょうか、その会議録には。最高裁上村刑事局長会議録に何をです、ね、記載しなければいけないかというのは、今度は政令の方にですに、ね、決められておりまして、これは政令の27条の2項になります。 でそこでちょっと長くなってしまいますのでいちいち読見上げるのはいかがかと思いますがあ会議の経過次に掲げる事項及び会議の経過を記載するということになっております。田君なんかよくわからないんですが例えば小沢一郎さんについての第五東京検察審査会の会議録というものは例えば、あのー A さん、B さん、C さん、まあ、11人審査員いらっしゃるわけですから、その人たちがどういう意見を述べたのか、あるいは審査補助の弁護士さんがこのようなことを語ったと、そういうことはその会議録には記録されているんでしょうか最高裁、上村刑事局長。 私どもとしてはあの、会議録に書かなければいけないのが、政令に決められているということしか分かっておりませんで、それ以上、あの会議録そのものを私どもが見るわけにもござい,いきませんので、これ以上は分かりません。有田君。闇の中なんですよ、でこれはあの検察審査会の職員の方に、私は話を聞きましたときに、その方がおっしゃるには、例えば審査補助の弁護士さんが、 審査員たちにこういうことを語ったというようなことも記録されてないっていうんですよ、じゃあ、何が記録されているのかというと、そこに参加していたメンバー、何月何日、何時から何時まで会議を行った、その程度だというふうに私は聞いているんですけれども、それを会議録と言うんでしょうか最高裁、上村刑事局長。 私どもといたしましては、ですねあの、今のご質問、具体的な中身に入っておられますので、申し訳ございませんが、お答えする立場にないと思っております。田君。小川大臣、そういうことなんですよね、つまり、あのその東京第五検察審査会については、その選任、審査員の専任ソフトさえ、 なんかあの手が加えられたのではないかというようなことまでですね、まあ、週刊誌が大きく報じるほど中身がわからないんですよね。だ先ほど言いましたように繰り返しますけども二回無作為に選んだ人たちが11人平均年齢が34.55歳という数学統計上はあり得ないことが、まあ、この日本21世紀の日本で起きているということからですねやはりこの東京あ 第五検察審査会だけではなくです、ね、検察審査会で一体何が話し合われてどのような議論があって、まあ、その結果、こうなったんだということが外からはうかがい知れないんですよね、まあ、それがあの政治問題にも発展してきたんでさまざ、あ、まなあの憶測を呼んでしまっているという現実があると思うんですよだから、これからでも検察審査会のありようについてその透明性なども含めてで ですね、改善の余地は大きいと思うんですが大臣、そこら辺はいかがでしょうか小川法務大臣まずあの、選任等の手続き等に関しては私はあ一つのシステムですから当然、透明性があってしっかるべきだと思いますがあの議事の中身につきましてはあ確かに透明性が必要ではないかというご意見も。<coughs> <laughs> あの、わかるんですが、ただ、あのー、この、事柄の性質上お、捜査機関が行った、その捜査を、おいわば、 一件書類全部を引き継いで、えー、その捜査資料に基づいて、えー、起訴するかどうかを検討するわけでございますが、その捜査の中身という,もいうのは、いわばあ非常に広範囲なものでございまして、中にはああ関係者、 ああ、いわば、ああ、権威もないのに、しかし、捜査の過程で、権威をかけられたとかですね。あるいは、ああ、被害者の方の、いわば、プライバシー、ええ、などが、ああ、って、絶対に公表、本人も公表されては困るでしょうし、ええ、捜査の過程で得た情報であっても、やはり、公表することは、あってはならないような情報も含まれておるわけでございます。ですから、そうした、捜査の情報が、検察審査会に行って、 でそのお議事をお公開するとなりますと、その議事の中で、本来、えー、人のプライバシーのために公にされてはいけないような情報が仮にあった場合にも、それが公表されてしまうというような面もございますので、やはりそうした面から、あ捜査の密効性というそのものの引き継いでいるという点からの、この検討も、やはりしなくてはならないのかというふうに思っております。 有田君あの民主党の小沢一郎元代表の裁判については皆さんご承知のように4月26日に判決ということが決まりまだそういう意味では進行中と理解してよろしいかと思いますが、まあ、一般の,あの新聞報道を見ておりましてもこれまであの小沢元代表に対して、まあ、とても厳しい立場で 検察のこう、まあ、情報も取材をしながら報道してきた読売新聞、あるいは産経新聞、あるいは朝日新聞にしても最近はやはりあの東京地検の問題点を大きく報道するようになりましたよね。それはやはやりあの皆さんご承知のように 田代正弘東京地検前検事、今はあの新潟地検ですけれども、その田代検事の偽造報告書問題に端を発しているというふうに思うんですよね、で私はあのこの問題というのは、もうあの大臣のご意見を伺うことはできないと思いますけれども、あの東京地検が起訴できなかった小沢一郎元代表の件について、えー 東京第五検察審査会の強制議決を使いながら、起訴に持っていったものではないかというふうに、個人的には理解してるんですよで。それはなぜかというと、やはり偽造された田代正弘検事の捜査報告書が、議決書、強制議決の、強制起訴の議決書の中に引用されてるからなんですよね。 で、私はあの田代正弘検事が東京地検特捜部長の佐久間達也さんに宛てた A4 番で言うと7枚のこの偽造された捜査報告書を読んで驚きましたよくできてるんですよとてもわかりやすいんですよ裁判所の文章とかいろいろ読んでるとなかなか難しいんですけれどもところがこの田代検事が 5月17日に石川智弘さんを任意で取り調べてその翌日から数日間かけて完成させたというこの捜査報告書うまいなあ分かりやすいなと思ったんですよそれは文章構造を分析してもですねとてもあの読みやすいで最初に石川代議士がですねで私自身も深く関与した事実 だから私はこの事件に深く関与しているんだということを語ったということが引用されながら次のところに行くと、まあ、公平性を明らかにするためだと思うんですがこう書かれている石川はいずれの点についても否定し新たな供述を得ることはできなかったでそこから田代検事と石川さんとのやり取りがほぼほとんどの部分を占めて 一一問一答で続いていてくんですよねでこんなんだったら全面可視化すればいいんではないかと思うぐらいなんですが、えー、石川さんがですね「うーん」と唸り声を上げてしばらく考え,た考え込んだ後本職と以下のやり取りをした。で石川さんが「問題はそこですよねそこをどうするかですよ」ということでいろいろ話が続いていくんですが重大な問題はですね そのやり取りの中で、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしていたら、あなた,の支持あなたを支持した選挙民を裏切ることになりますよ、まあ、そういう文言があるんですよねで、これ、なぜ重大かと言いますと、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じと。 捜査報告書では書かれているんですけれども、重大なのは、東京第五検察審査会の小沢ケースに関わったあ検察審査会の審査補助員を務めた弁護士がですね、当時、検察審査会の会議の中で、どのような話を選ばれた審査員の人たちにしたかというと、こう発言している、暴力団や政治家という違いを考えずに、 上下関係で判断してくださいだから田代検事はこの小沢ケースっていうのはヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなもんだとそういうことを言いながらですね今度はその報告書を読んだそして議決書にも書いた審査補助員は審査員たちにそのように説明してるんですよこれは本人が語ってらっしゃるでさらに問題なのは この間、禁錮 3, 3年の判決、あ休刑がありましたけれども、その時もですね、指定弁護士の論告の中にはね、共謀の,の理論として、暴力団組長の銃刀法違反事件の最高裁判決を使ってるんですよ。 これはあの共謀の理論について、ここであの大臣のご所見を伺うことはしませんけれども、やはりあの暴力団とか過激派とかですね、そういったどこがやったかは分かるけれども、その具体的な暴議を特定することが難しい、そういうあの暴力団とか過激派のケースとです、ね、政治家のケースを 一緒にしてはダメだと思うんですよでところが繰り返しますが、この田代検事の報告書、暴力団と政治家同じようなもんだ、でそれをまた指定弁護士が審査員たちに言い、そしてまた論告求刑の中でも使われている、まあ、そうなるとやっぱり一連の流れがです、ね、この田代検事の捜査報告書に端を発していると見ざるを得ないんですよね。 だからこそ重要だというふうに思ってるんです、まあ、こういうことについてはもうあのー、ご答弁はあ難しいと思うんで、えー、そういう指摘これまでマスコミでもされていないんで一連の流れがそうなってるっていうことはここでどうしても、あのー、お伝えしたかったんですがそしてですねもう一つ大事なことは 田代検事が昨年12月の陸山会裁判で証人として出廷したときにですね、こう語っている。当時、つまり、石川さんを取り調べたあ22年5月17日ですか、当時はその危険性を自覚していなかったが、危険性というのはあの録音されているという危険性なんですが、当時はその危険性を自覚していなかったが、 録音されていると分かっていれば、このような取り調べはしなかったって言うんですよ。これ、田代検事、ご本人がおっしゃってる。だから、録音されていたら、偽造文書なんか作んなかったぜよっていうことを自己漂白されてるわけなんですよね。で、さらに、あの、ここで、大臣にこれは是非ともお聞きをしたいのは、まあ、全面可視化について、やはりやらなければいけないというのは、 やはりあの、被疑者とか参考人だけではなくてですねあの、私は冤罪を作ってしまったと反省をされている元検事の市川博さんがおっしゃっているんですけれども取り調べの全面可視化は被疑者参考人が拷問に合わないようにするため拷問というのは改革後付きでひどい目に遭わないためもあるけれども取り調べた側の検事がひょっとしたら俺が覚えていないだけじゃないの と悩んだり後悔しないためにも必要なのではないだろうかというふうに一、まあ、検事の十二年少し検事生活があったんでしょうかね反省されているだそう考えたときにやはり、あのー、田代検事の偽造捜査報告書問題も含めてですねこういうときにこそ小川大臣のイニシアチブでもって、えー、可視化取り調べの 全面可視化ということをぜひともあの実現させる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。小川法務大臣。<laughs> まず、あのー、田代検事のその捜査報告書の点でございますが、あのー、まあ、今、原理進行中の お、裁判に関わることでもございますし、本人が告発されているということもございますので、えー、具体的な、あ答弁は差し控えさせていただきたいと思っておりますが、ただ、あ事実と異なる、う、内容の捜査報告書が、あ存在するということは、これはあ、あってはならないことでございますので、私も、重大な関心を持っておるということは述べさせていただきます。また、あ可視化の問題ですが、確かに、あの、委員御指摘のとおり、この取り調べの可視化は、 あ検察の捜査がやりにくくなるということだけではなくてやはり検察のその取り調べが適正にされていたということがあ容易に裁判所で証明できるということで、えー、不必要なこの認定を争う裁判がなくなるという意味でメリットも 検察がにもメリットはあるわけでございます、そうした観点から、あ検察、あるいは警察の方でも、もう取り調べの可視化を導入しないということではなくて、導入するという方向性は向いてきたと、ただ、導入するにあたって、どういう内容の導入方法にするか。 あるいは導入するようにあたってほかにどのような条件をクリアするかという議論の方向になってきたということで導入するという方向に向かってきたということは私は良かったと思っております、まあ、私自身はこの取り調べの可視化これは何としても法制度として実現したいとこのように思っております有田君今年の2月18日の小沢一郎さんをめぐる政治資金規正法違反 事件の決定を読みますと、まあ、そこの中であの田代検事についてですねこう書かれてる田代検事の取り調べは個人的なものではなく組織的なものであったとも疑われるとだから単に個人の問題じゃないんだともっと上司の方も関わってる可能性があるっていうふうに東京地裁はこう述べてるんですよね でさらに、これは読売新聞と朝日新聞が、複数の検察幹部から直接話を聞いた内容として、その偽造された田代検事の捜査報告書が、それを一年前に東京地検はしてたんだと、幹部はしてたんだという報道、これもあの、ある一人の方の証言ではなくて、複数の幹部から聞いてるんですよ。 でそうなってくるとです、ね、これ、重大な問題が今、私たちの前に存在して、継続しているということだと思うんですで、さらにもう時間がありませんので、小川大臣にぜひともあのこう、お気持ちを語っていただきたいのは、1年前に東京地検が田代検事の偽造報告書を知っていて、それを徹底的に明らかにしないならば、やはり検察のあり方検討会議が当時、 続いてた時なんですよねだその人たちに対して、もう示しがつかないと思うんですが、もう時間ですので、最後に一言だけお願いいたします。小川法務大臣、まあ、あのまさに裁判進行中、判決を目前にした裁判の事柄でありますので、えー、意見は差し控えさせていただきたいと思っておりますがあ、この報告書のことにつきましては、重大な関心を持っておるというところでございます。